こんにちは。こんにちは。はい。田中さん、今回も3連戦を振り返る。はいはい。まあ、いい試合多いね。接戦が多いわ、やっぱ。だけど、その中でやっぱり守備は大事だなっていうね。猫ちゃんが言ってるけど。ね、まあ、ね、これは基本だということは、田中さんいつも言ってますけど。まあ、そうだね。はい。はい。まあ、どうなったということ。ね。まあ、早速いきたいと思うんだけども。はい。まず、セ・リーグから。リーグはこのようになりまして、はい、はい、ヤクルトが2勝1敗で勝ち越し、うん、DeNA は3連勝、はい、で広島が2勝1敗で勝ち越しということでした。そう、まあ、ホームチームが全部勝ったわけだけども、まずヤクルトと阪神、はい、ね、1戦目高梨と青柳で、これ3度目の対戦になるんだ。高梨と青柳っていうのは、そのうち高梨が全然勝ててなくて、それは勝てないよね。青柳が2つの完封してるんだもん。だから勝てないんだよ。勝てないけど、この日はどうなったかというと、高梨が頑張ったね。6回3安打9三振、まあ好投だよね。で、まあその中で、まあ、ヤクルトもね、そんなに打ててなかったんだよね。でホームランは出てて、ホームランでは点は取れてたんだけども、58イニングぶりの長岡のタイムリーが出たということで、非常に打線のつながりというのはなかったんだけど、ホームランで勝ってたというね。まあその中で青木の5号ホームランで突き放したりだとか、で、まあ、ゲームを取っていくんだけども、じゃあなぜ青柳が負けたかという、村上のフォアボールの後、まあ送りバントで青柳がファーストにボート掘るんだよね。それで、まあ、エラーになり、で次の打者がまたバントやったら、ロドリゲスが、まあ、サードにフィールダー不祥事をすると。だからまあそういうことで、やっぱ守備からの破綻というのがね、やっぱこう青柳の足を引っ張ったし、まあ、自身のなんていうのかな、エラーで、まあ自滅という形かな。で阪神も打ててなくて、61イニングぶりに島田のタイムリーとかね。でお互い打ててなかったんだけど、勝負を決めたのは打てた打てないじゃなくて、ヤクルトは普通にやってた、阪神の方はミスで負けたというね。だからこれで7連敗という、はい、で2戦目が高橋奎二と伊藤。まあやっぱ村上の凄さって、まあ1打席目外のボールで三振してるんだよね、はい、だけど3回にチャンスが回ってきて、その時やっぱ違う攻めをしてくるっていう読みがあったんだろうね。インサイドのストレートをものの見事に、まあ、スリーランを打ち突き放していくんだけども、はい、うん、6回に、まあ、佐藤が逆方向にツーランを打って、まあ追い上げるんだけども、満塁でさ、その前に凡打してんだよね。その時ものすごい佐藤が悔しそうな顔してたの、はい、でバットをこう叩きつけるような感じがあったんだけども、まあああいうところ、あ、そういうことがやっぱ4番として出てきたことがなんか頼もしく思えてね。だからいい、まあ追い上げのツーランになったんだけどもさ、ただ8回にやっぱ山田がホームランを打ち、まあ、突き放すという、まあ、伊藤は完投負けで121球12三振、はい、まあ、4失点ということなんだけど、まあ、好投というふうに言えるよね。だけどなんて言うんだろう、勝敗を分けたっていうのはやっぱ村上のスリーラン、やっぱ読み合いの中で負けてしまったというね、はい、ただやっぱりそのヤクルトはやっぱ村上、山田、まあ、両輪が打ったというね、はい、だからすごい試合だったなというふうに思うね、はい、で3戦目、サイスニードと西純也、はい、まあ、この日はね、阪神打線がつながって、ロハスジュニアのスリーランとか、まあ、中野が復帰したんだよね。あ、そうですね、だから中野が攻守にわたり、まあ、足も使って、まあ、いきなりの活躍を見せて、まあ、10点を取って勝つのかな。西純也もヤクルト戦に相性がいいんだよ。で初勝利の相手がヤクルトということで、はい、やっぱ投げやすさもあるんだろうね。神宮もそうだけども、はい、だからまあそういうことで、まあランナーは出したけども、まあ割としっかり抑えて、まあ好投につながったというね、まあそういう試合だったよ。まあその中で村上が負けたけど2安打をして、
まあ、佐野に、二輪差に迫ってるという三冠王のね、あ、まあ、タイトルがかかってるから三冠王というね、はい、ビッグタイトル、はい、あ、まあ、それに、まあ、2アンドをして、二輪差に迫ったっていうね、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、明日からは、あ、今日からですね、うん、あの大山選手も戻ってくる、あ、そうそう、うん、ということで、ちょっと阪神はそういった感じ、少しずつ選手主力も戻ってくると調子も整ってくるのかなっていうところはどうですか？まあ、やっぱりね、調子戻してくれなきゃいけないし、あの中野の動きを見てると、はい、いい休養になったのかなっていうふうに思ったよね。帰って、はい、ただその、まあ、チームはね、もちろんその苦しんでたけども、うん、まあ、これからやっぱこう体制整えたらまだまだ力のあるチームだから、うん、まだまだチャンスはあるよね。はい、はい、で次 DeNA 対ジャイアンツね、今永対菅野。この1戦目っていうのは初回にチャンスがあったんだけども、はい、巨人が取り損なったんだよね。外野フライで1点というケースを作りながら外野フライが打てずに0点に終わったんだけど、はい、その裏1回桑原の2塁打、それを進めて佐野の内野ゴロであっさり1点やってしまうんだよね。で2回に岡本のホームラン23号が出て、まあ、同点になるけども、はい、5回外が11号ホームラン、その後2塁に、まあ、柴田を置き桑原がまたタイムリーという、まあ、DeNA がホームで12連勝、はい、を飾るというね、まあ、今永も9回1失点1点しか取られないで、まあ、エースらしい粘りを見せてくれたと、はい、でね、今永のね、ここのところの成績っていうと、まあ、各チームのエースと当たってんだよね、はい、で森下、青柳、菅野と投げ合って、はい、まあ、3連勝を飾ってる。だから非常にあのやっぱ強いチームには相手のエースに勝てるピッチャーがいるということで、非常に DeNA とすればあのいい感じで来てるよね。で、まあ、菅野が勝てなかったけども、まあ、その日坂本が復帰して、まあ、動きを見たりとかするとあの非常にあの体もしっかりしてきたかなっていうような、そんな動きを見せてくれてたんで、まあ、これからだよね。で岡本も徐々にこうなんか良くなってくる兆しを見せてくれてるし、まあ、それに期待をしたいというね。はい、はい、で、2戦目浜口とメルセデス、まあ、巨人が3点を先制するんだけどもさ、まあ、5回外柴田の連打、ワンアウト後ミネがつなぎ、まあ、満塁にして桑原が初球を2点タイムリーを打つんだよね。で1・3塁になって楠本がスクイズをいきなり決めるというね。だからここら辺ね、やっぱりね、三浦監督も冴えてるわ、うん、だからもう畳みかけるように、例えばオースティンをもう早めに使ったりだとか、相手にどん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 プレッシャーをかけてくるよね。で6回には外のツーラン、8回には宮崎のツーラン、はい、でこれでホーム13連勝という、はい、でその中でピッチャーで言えばやっぱり入江の好投、うん、まあ平田も勝ったんだけどさ、平田が苦しいところで出ていって抑えて、はい、その後入江につなぐんだけど、まあこの日は山崎不在ということで、うん、もうあのちょっと疲労を考えてベンチから外してんだよね。だから誰か中継ぎは頑張らなきゃいけなかったんだけども、まあ、入江がすごく頑張ったよね。だから本当だったらなんかね、巨人の野球なんだよ、あ、ランナーを置いて一発とか、だからそれを逆にやられてるという。で巨人はどうしたかというと、まあ、坂本のタイムリーとかも出たんだけども、やっぱ若いね、中継ぎ陣がねちょっともたないね、うん、だから非常に苦しいと思うわ。なるほど、うん、でまあ、3戦目でロメロと戸郷、はい、まあ、佐野が2本のホームラン、うん、ね、中継ぎ陣が無失点リレー、はい、うん、で巨人の守備が乱れるんだよね、うん、坂本が追っかける、ポランコが追っかける、その間にポテンヒットが譲り合ってポテンヒットになるという。でまあその DeNA は中川、エスコバ、伊勢、山崎っていう風につないで無失点、はい、だから非常にそのバッティングももうまあここの日は佐野がすごく目立ったんだけども、うんうんうん、やっぱ中継ぎ陣の充実っていうのがあるね。
この日というかこの3連戦を見ると、はい、やっぱ巨人の守備が非常にあの吉川のエラーから失点したりだとか今日のポテンヒットになったやつ、はい、譲り合ったやつから、まあ、失点したりだとか、はい、やっぱこう中継ぎ陣だとか先発投手陣の足を引っ張るような形になってるよね。だから非常にこの3連戦を見て接戦をしてなんかバッティングがつながった DeNA つながらなかったら巨人っていうふうに思うかもわからないけども、はい、やっぱ守備の差が出たね。なるほど、うん、だから今年のそれは投手力も含めということでしょうかね。そうだ、だから巨人今年本当に守備がねあまり良くないね。逆にあのショートに入った柴田っていうのがファインプレー連発してたからね、はい、昨日なんかはね、か非常にあの、はい、いい感じでホーム14連勝すごい、ホームで負けないっていうのはいいね。ねえ、うん、ですね、うん、まあそういう3連戦でした。で広島、はい、中日、まあ、1戦目森下、はい、中日柳でこの日からコロナが出て、まあ、菊池小園とか、うん、センター、ね、うん、センターラインが抜けて野間とこもいなくなってレギュラー3人失ってんだよ ね、 でしたね。あだけどその代わりに1番に入った堂林が、はい、いきなり、先頭打者ホームランで2回には小園の代わりに、ショートに入った矢野が、はい、プロ初のホームランのツーランホームラン、はい、で5回には堂林が1試合2本となる8年ぶりの1試合2本のホームランを打ち、はい、まあ、森下は投げては2試合連続完封というで10勝目、はい、で中日の方はどうかというともう全くいいとこがないんだよ。でコロナになってる広島っていうのは一体となってやってんだけどさ、はい、まあ森下も確かに良かったことは良かったんだけど全く見せ場を作れなかったねこの試合だから、まあもったいなかったなって思うね。はい、で2戦目、はい、栗対高橋ひろと、栗頑張ったね9回まで、9回134球9安打無失点、高橋ひろとね7回100球2安打103球0点あ10三振0点か、はい、うん、まあ両方ともね、栗も粘りのピッチング、球数は多いんだけど、相変わらず粘りのピッチング、まあ高橋宏斗の立ち上がり見たら打てる気しなかったよね。3三振だもん。2回までに5三振、前に1人しか飛ばしてないという。このピッチャーを勝たしてあげなきゃいけないんだけどさ、だけど延長に入って、まあサヨナラ松山が打つんだけど、まあ、絶対絶命の時に出てきたのがネオ、はい、まあ経験のないネオ、うん、まあ力に欠けたんだと思うんだけどもさ、はい、松山としたら読みやすかったと思うんだよね。なるほど、うん、やっぱ力で来るって思うよね。ネオがあのマウンドに来るとその初球を、まあ、センターオーバーのサヨナラを打たれたというね。うん、だけど非常にいい投手戦だったね。まあ栗か高橋に何かどっちかに勝ちをつけてやりたかったなっていう試合だったね。なるほど、はい、3戦目、野村と松葉1回にビシエドが21イニングぶりのタイムリー得点を叩き出すんだよね。で、まあ、2回にも追加点を取り、まあ、初回に3点取りね、まあ、2回にも追加点を取り、まあ、そうなってくるとやっぱコロナに苦しんでる広島っていうのはやっぱ反発力がなくなるね。いきなりの失点じゃ広島のコロナでいる二遊間の代わりにね二打差と矢野が出てるんだけども非常に頑張ってるね。守備がすごくしっかりしてるし頑張ってるなっていうそういう印象の、まあ、3連戦でした。はい、で計算が狂ったチームがたくさん、まあ、阪神はまず青柳、伊藤が投げたら絶対勝たなきゃいけないんだよね。で巨人に至っては菅野、メルセデス、戸郷、はい、逆に3連勝を目論んでたと思うんだけど、はい、まあ返り討ちに食らったという、まあ、広島はコロナでちょっと計算が狂ってるしね、はい、まあそういう3連戦だったなっていうセ・リーグはね見てね、まあそういうセ・リーグでした。はい、はい、ではパ・リーグです。はい、はい、こうなりました。西武が2勝1敗
1敗で勝ち越し、はいはい、楽天が3連勝です、はい、勝ち越し、はい、オリックス対ロッテは本来2試合だったのが1試合中止になってしまったので、そう、1試合ということでロッテが1勝ということですね。そうだね、はい、でここは首位攻防戦だからね。そうですね、あ、だから見逃せなかったけど面白い試合をしてたね。まあ1戦目高橋光成と石川、はい、ね、高橋はソフトバンク戦に防御率で言えば6点台なんだよ、はい、で一方石川は、西武戦2試合に投げて防御率が 0.00 と対照的ですね。めちゃくちゃ対照的なのよあ、だから、はい、この数字を見るともう勝敗は明らかかなっていうふうに思ってたんだけども、やっぱ高橋光成って、まあ、エースの自覚というかさ、ボールは荒れてたんだけども、まあ好投するよね。で、まあ、4回森がツーランを打って石川からやっと点を取るんだよね。で水上、スミス、増田で、逃げ切るというね、まあそういうこう、まあ、点があまり動かなかった試合だったんだけども、高橋光成のポテンシャルというか、まあそういうのが光ったね。まあ確かに甘いボールもあるし、ボールは散らばってるしさ、まあよくこれで抑えたなと思うぐらいのピッチングだったんだけど、まあ、ここら辺はやっぱこうエースの自覚というかね、まあそんな感じがしたけど、まあ、ソフトバンクも、まあ、チャンスがあったんだよね。4回ノーアウトに、4回ワンアウト2、3塁。で、これが0点に終わるんだけどさ、その前にデスパイネの走塁だよね。まあ、一塁にいたんだけど、まあ、ライトを襲ってアイトが、ちょっともたつくんだよね。だけどサードまでしか行けなかったんだよ。でも最初から全力疾走しとけば、ホーム取れたと思うんだよね。そういうこうなんていうの、走塁のミスというかね、そういうのがちょっと響いて抑えられたという、まあそういう試合だったね。ただこの試合から三森という選手が帰ってきたんだよ、復帰したんだよね、骨折から、はい、だからまあなんかすごくこうスピードが出てくるかなと思ってね、次の試合からね。2戦目、まあ平井とレイが先発、2戦目はで1回立ち上がり牧原、中村のタイムリーで、3点を先制するんだよね。で2回オグレディがタイムリーで1点差、ただやっぱり1戦目帰ってきた三森が2投3投して、まあ回がスクイズしでまた追加点、まあその後はその後もまあ今宮のタイムリーだとか、まあ足を使った攻撃が見れたよね、まあ、できたというか、だから非常にソフトバンクに三森が帰ってきたっていうのは、非常にいい流れになってきたかなっていうふうに思うね。なるほど、はいはい、でその試合で隅田が投げるんだよ。で2イニング投げてしっかり抑えて、はい、なんか残りもう少しの試合、隅田が非常にいい回転をしてくれると西武はもっと楽になる。なるほど、うん、でこの試合内海が投げるんだよ、試合をね決めた1イニングを。でも投げてる表情とか見てると、その終わったという感じの表情じゃなくて、はい、なんかまだ戦ってるというようなね、はい、そういう表情が見れて、まあ良かったなっていう、はい、うん、のは思いました。はい、でその試合はソフトバンクは本当に慎重に細かい系統していったね、まあピッチャーを結構使ったけども、まあそういう最新の注意を払いながら、まあ2戦目はソフトバンクが勝ったと、はい、で3戦目、松本東浜、はい、まあこれもこの試合はね1回の攻防がねもう全てだった。でソフトバンクは2点先制するんだけどもさ、西武が外崎のヒットを足がかりにオグレディがスリーランを打ち、もう一気に5点を取るんだよ、はい、ですぐひっくり返すんだよ、はい、で2回にも得点を重ねて、まあ、突き放していくんだけどもさ、やっぱこう、まあ、東浜ってもうエース格なんだよね、うん、エース格がやっぱ初回に2点を取ってもらいながら、まあ、5点を取られるというさ、まあそういう試合を作ってしまうとどうしても追っかけるのは足取りが重くなるよね、うん、だからもったいない立ち上がりだったなっていうふうに思うよね。
なるほど、はいはい、まあそういうことで2勝1敗と。で日本ハム対楽天、うん、ね、1戦目根本と則本、まあ1回、近藤のホームランで、先制をする、うんうん、だけどあんまり繋がらないんだよね。なんか日本ハムの打線がちょっと湿りかけてるという。なるほど、うん、ただ朗報は松本剛が帰ってきた、ね、だからそういう意味では非常にあの心強い選手が帰ってきてるけども、はい、ホームラン1本で終わってしまったというね。で、まあ、則本はここのとこずっと勝ててなかったんだけど、まあ、4回に太田の2点タイムリーだとか、はい、この日はねファインプレーが結構あったんだよね。岡島が送球で今川を刺したりだとかさ、田中和樹がフェンス寄りのボールをこうフェンスに当たりながら取ったりだとかさ、で今までの則本のその投げてる時っていうのは守備が破綻してて足を引っ張られたんだけど、この日は助けてくれたというね、まあそういう試合でした。で2戦目上原から島、はい、うん、辰巳、茂木、鈴木大地と3人で9安打5打点という、下位打線が爆発したという、うん、打線はだから結構上向きになってきたかなというね。クイズを仕掛けたんだけど失敗はあったけど8点を取るというね、まあそういう試合だったかな、うん、はい、だからまあ打線が当たってきたっていうのは結構上向きになってきてるのかなっていうね、そうですね、うん、まあそういう感じがしたよね。で、3戦目伊藤と鎌田、鎌田がもうほんと久しぶりでさ、肘の手術肩の手術とかしながらもうずっと投げれない日があって、はい、この日もう久々に登板だったんだけど、はい、まあ投げ合う相手が伊藤なと思ってて、伊藤はなんかもう今日10勝、昨日か10勝を目指してマウンドに登ってんだよね、はい、そうですね、あ、ただちょっとデータを調べると楽天の相性が悪いんだよ。なるほど。で防御率が 5.56 って楽天に対してだけはあんまり良くないんだよね。だけど鎌田が5回を無失点、非常にゲームを作って、で今まで150キロとかバンバン投げたのが140ちょっとぐらいのスピードが出ないんだけど、いろんな工夫を交えながら、まあ、抑えていく姿を見てるとね、うん、胸が熱くなったけども、まあでも勝ち負けつかなかったけどもさ、だから今後も頑張ってほしいなっていうふうに思わせてくれた、はい、はい、それで日本ハムの方は、はい、まあ、同点に追いつく場面もこうあったんだけども、やっぱエラーが絡むんだよね。フォアボール一塁ランナー自動的にスタートする、はい、フルカウントからね、はい、でボールっていう判断されてるのにもかかわらずセカンドに暴投投げて、その走ってたランナーがサードまで行って、そのサードランナーが犠牲フライで帰るという、はい、うん、だからやっぱミスをするとやっぱ負けるね。だから非常にもったいなかったなというね、はい、まあ日本ハムもちょっともうちょっと頑張らないとね。そうですね、俺は僕は後半期待してるからね日本ハムに。そうですよね、そうそうそう、台風の目になるじゃないかっていう話もありましたよね。そうそう、はい、はい、でオリックス対ロッテ、まあただ1試合しかやってないんだけど、山岡が帰ってきた投手のね、はい、でこっちは美馬で、美馬が良かったのはやっぱ吉田をしっかり抑えたということだよね。うん、で吉田をこうなんていうの寸断すると、ちゃんと切ると打線が繋がらなくなってくるんだよね。なるほど、だからそういう意味では非常に美馬の好投というのは光ったんだけども、まあ6回勝負を決めた場面ね、はい、6回中村安田な中村がヒット、安田がフォアボールで、山口が山岡からホームランを打つんだけども、はい、相性抜群なんだよ。そうなんですよね、ああ12打数6安打5割打たれてんだよね、はい、なんか打たれた瞬間山岡投手またかみたいな、そう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 、だからこの相性が勝敗を決めたというね、うん、まあ美馬、うん、もね非常に好投はしたんだけども、なんて言うんだろう、もうその相性通りの結果が出た、うん、山口が
だから山口の前にランナーが出てしまったということがね、まあちょっともったいない、山岡はもったいなかったなっていうふうには思うけどね。まあそういう、はい、まあ一戦だけしかなかったけど、そういうゲームでした、はい、ね、はい、勢いを取り戻せそうなチームが、はい、ということなんだけども、やっぱね、楽天一番は、うん、それと ロッテの勝ち方も良かった、うん、今の好投もね、ものすごい光ったし、はい、うん、だからこの2チームっていうのはなんかこう勢いがこれから出てきそうかなっていうふうに思うしね、はい、うん、だからまあ西武は相変わらずこう投手陣も安定してるし、打線もつながるときはつながるから、まあ勢いはそのままにいくだろうしね、だからまあそういう3連戦だったかなっていうふうに思いました。はい、はい、ということで順位表、はい、順位はどうなりましたでしょうか。はい、はい、こうなりました。こうなりました。ね、はい、まあそんなに変わってないんだけどさ、まあパリーグの方はね、コロナで苦しんでる広島が上がってきたという。そうですね。で、巨人が3位だったのが同率4位なんだけどもさ。そうですね。まあ勝率が低い分だけで、まあ巨人がね、ちょっと下に書いたけども、はい、でも1ゲーム縮めたね。うん、なかなかそこが縮まらないでいたのが。そうでね、6位まで残り試合、直接対決8試合残してる。だからまだまだ全然わからない。そうですね、いつの間にかという感じですね。そうそうそう、うん、ね、だから非常に面白いのと、やっぱ巨人はね、表3枚ローテーション、はい、これで負けたというのが非常に辛いよね。で、阪神も中野が戻ってくる、戻ってきた、うん、大山が戻ってくる、はい、まあメンバーが揃ってきたらまた勢いが出てくるかなっていうふうには思ってるけどね。あ、うん、はい、パリーグの方ね、うん、1ゲームほど開いたという、で楽天が上がってきたというね。ここら辺はね、もう本当にまだわからないんだけどさ、うん、ただ西武はやっぱり安定してるね。それとね、西武の選手を見てると悲壮感とかなんかこうプレッシャーだとかそういうのを感じない、あんまり。そうですね、なんかずっとこれまでも、うん、チームの状態っていうよりも雰囲気すごくいいですよね。いい、だから山川が調子がいいし、うん、ホームランも適度に出てるしね、うん、だからああいうこうキャラクターがいるところっていうのはすごくなんかこういいよね。うん、うん、だからまあこういう順位になりました。はい、でまあセ・リーグの方は2強4弱かって、うん、うん、やっぱこの2つしか貯金ないし、あとはもう5割切ってるしね、はい、DeNA の状態、ホーム14連勝とかさ、はい、そういう話題になってくるとやっぱもうこの一騎打ちかなっていうような、ヤクルトと DeNA がね、まあ、そんな感じがするし、はい、でパ・リーグの方は全チームが40を切る、もう40試合ないんだよ、はい、うん、だから本当にもうもたもたしてられないんだよね。どこで加速するか、ここで勢いをつけるか、はい、うん、まあそういうところが楽しみだね、今後ね。はい、なるほど。まあそういう3連戦でした。はい、ね、プロ野球ニュース後に撮ってるんでだいぶ疲れました。はい、はい、たくさん喋りました。そうですね、ではまた。